スーさんやニーさんのラインアイについてるスプリットリング外して使った方がいいですか？これはね、ぜひつけて使ってください。ブロイ140もそうなんですけど、まあ、大して変わんないんですが、スプリットリングがある前提で頭の重さも設計し尽くしてるので、外すと若干ね、後ろがテールヘビーになっちゃうので、まあそれは超過には関係ないけど、若干だからアクションがおとなしくなっちゃうよっていうのと、ローリングが少し減るんですね。なので、まあ外しても全然釣れるんですけど、なんか自分は最後つけた状態でやって、まあ自分のプロデュースでは結構多いですね。つけて最終セッティングを出してるっていうケースが、ぜひつけたままで構いませんので。